それでは本日のヒーローをお呼びしましょう。本日のヒーローは大野選手です。悪い癖だと思うので、
とか直したいんですけど、まあ、前半はどうなるかなっていう気持ちと、まあ、本当にその後はうまくリードしてもらって長いから投げることができてよかったなと思います。4回からのボイング全部三者凡退、特に5回は明らかにギアを上げたように見えたんですが、あの回のピッチング振り返ってもらえますか。まあ、前半のテンポが悪かったので、あのテンポを上げながら、なんとかアウトを取れればいいなと思って、追加点だけはやめようと思って、はい、踏ん張っていこうと思ってました。今日奪った三振は延べ13、今シーズン最多となりました。そうですね、すごくいいテンポで投げれたので、はい、すごくリードしてもらって、ありがたいなと思いました。そしてラストイニングになった8回にも159キロ、あの回も非常に何か気持ちよく投げていたように見えたんですが、一体ギア何段まで上げられるんですか。もう途中からは出し切っていこうと思ってたので、もうあと先考えずに一回一回全力で抑えようと思ってマウンドに行きました。チームの連敗という状況の中で上がったマウンド、また連敗をしっかりと止めるというピッチング、働きを見せました。エースといえる働きになっていると思います。ファンの皆さんいかがでしょうか。拍手を聞いてどうですか。いや、すごく嬉しいですけど、はい、まあ、まだまだ足りないと思うので、もっともっと勝てるように頑張りたいなと思います。それでは今日チームは連敗を止めました。明日からもまだ交流戦どんどんと続いていきます。全国のファンの皆さんにメッセージをお願いします。明日有原さんが勝ってくれると思うので、プロデュースデーをしっかりとプロデュースして、お立ち台にもしっかりと上がってくださった大野翔太選手、マイクを渡します。お願いします。今日本当に、たくさんの皆さんが、足を運んでいただき本当にありがとうございます。明日選手プロデュースデーが最後になります。また、新しい、アトラクションがあると思うので、ぜひ球場の方に足を運んで応援よろしくお願いします。そして明日は有原が、この立ち台に立って勝ってくれると思うので。